です。おまけっていうわけじゃないですけど、今深夜の3時過ぎてます。今日はですね、広島行って、今日この話題、ネタですかね、話題にさせてもらったおじさんの娘さん、美穂ちゃんと飲んできました。ありがとうございました。すごい楽しくていい時間過ごさせてもらいましたけれども、まあ泥酔しましたけどね、ある程度。どうも。これ気づいた人天才ですよ。気づきましたか、今の地図、逆さまです。ええ、逆さま。これ気づいた人天才ですね。無職独身50代伊藤です。本日もよろしくお願いいたします。今ですね、山口県の下松、下の松って書いて下松サービスエリアにいるんですよね。ここはですね、ちょうど私の家から200キロなんですよ。ですからあと3時間ぐらいですかね、3時間ぐらいで着くということで、今2時ですから5時頃には家着きそうですね。いやー、広島昨日夜激しかったですね。激しいってもなんかしてるわけじゃないんですけど、やっぱり2時ぐらいまで飲んでましたね。それですごくやっぱ面白かったですね。いとこが働いてる店で飲んだわけなんですけれども、お客さんと、まあ隣の方、来られた方いろいろ話してて、で話進んでるうちに、いやわし自己破産したんじゃとか、ってそういう方がいらっしゃったり、あとはですね、私の視聴者さんで動画見てくれてた方がいらっしゃってくれたんですよね。すごいありがたくて、ジンさんっていう方なんですけれども、まあその方も結構面白かったですね。もうマシンガントークのように喋りまくって、かといって嫌味がなくて、で私も喋るんで、で人の話聞きながらマシンガントークですから、かなりレベル高いですよね。もうかなりレベル高い人だなと思いましたね。それでお土産でですね、まあお土産っていうか店でみんなで飲んだんですけれども、銀行炉というその焼酎があったんですよ、福岡の。私それ知らずにですね、銀行炉知ってるって言われた時に、いや知りませんって言ったんですけど、いやすごい美味しい、あのいい香りがするお酒、お酒でしたね。で今後はですね、その銀行炉っていうのは買おうかなと思ってますね。いやちょっと隣にしておきましたね。一回止めますね。行きました、大丈夫です。ええ、そう、銀行炉っていうのは今後買おうと思ってますね。それでまたすごい勉強になったのが、やっぱり視聴者の方ですから、いろいろアドバイスくれたんですよね。動画に関して、婚活の動画あげた方がいいよとか、私が一時期婚活の動画あげたんですけど、3本4本ですかね、それが結構良かったよっていうことで、でやっぱりああいう風に万人受けするようなものがいいんでしょうね。まあ、女性には受けないんですけど、男性には受けますからね。それで婚活してたら、こいつ今後どうなったんだろう、どうなるんだろうとか、何歳ぐらいの行くんだろう、うまくいくのかなって、そういうのを次が楽しみになるんで、そういう動画の方がいいですよね。私の動画って全部なんか途切れてるじゃないですか、で全部くだらないじゃないですか。だからそんなに登録者も伸びないんだろうなっていう話はさせてもらいましたね。まあジンさんは面白いって言ってくれたんでありがたいんですけど、まあ、基本的には面白くないですよね。まあいずれにしても広島は、まあ、今回はお墓参りといとこに会うっていうのが目的でしたけれども、すごいいい人との出会いができて、ほんでまあ動けばいろんな出会いがあるのでいいなと思いました。やっぱり家にずっといたら鬱になりますからね、外へ出て。これもそのおじさんのおかげですね。お墓参りさせていただきましたけれども、おじさんが出会わせてくれた仲間ですから、今後もできればその対峙したいなと思いますね。いとこ中心にいろいろ広がっていけばいいなとは思ってますね。まあ、なかなか会えないですけどね、広島と福岡ですから、まあ、来月再来月ぐらいには一回また、広島の方に行こうかなと思ってますね。まあ、いずれにしてもそのおじさん、亡くなったおじさんには今年亡くなったんですけれども、すごいお世話になって、人としての優しさみたいなのを学んだんですよね。ですから今日お墓参り
して手を合わせてありがとうございましたと今までの感謝は伝えました。それで今後もそのおじさんが教えてくれた人に優しくというのを守っていこうかなと思ってます。まあ本日は以上です。いつもご視聴ありがとうございました。人がちょこちょこ通りますね、ここね。無職独身50代、糸森でした。失礼します。